僕のこの息が止まった頃、この歌は誰が歌うかな、誰が愛してくれるかな、あなたは歌ってくれるかな、いつまで経っても僕はここで歌っているよ、僕なりの僕であなたに歌を歌う。
ゆうりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆうりです。今回はですね、僕は夜中とかにね、パソコンを YouTube カチカチしながらいろんなバンドをこう見たりするのがすごく好きで、音楽を聴くのがで、最近ちょっとすごくかっこいい曲を見つけてしまって、フォマレさんというバンドのタバコという曲を歌ってみました。すげえかっこよくなかった？いや、すごいよかった。かっこよかったな。かっこよく歌いたいんじゃないかな、うん、でもね、この曲サビはそれこそ耳にすごく残るんだけど、うん、A メロ B メロとかは結構セリフっぽい感じが俺の中ではそう思っちゃって、うん、原曲通り歌うのはすごく難易度が高いと思う、うんうん、なんかあれ、ここ下がるの、上がるんだ、あー下がる、あーっていう感じの、うん、こうびっくりがすごく多くて、うん、なんですごくかっこいいなと思う、うん、で、フォマレのボーカルの人、天田慎介はベースボーカルなんだけど、うん、は今回この曲を歌うと、うん、全部がこうしゃがれちゃってたんだけど、うんうんうん、どうしても俺はこういう曲を歌うとしゃがれちゃうのね、うんうん、でも慎介さんはなんつうんだろう、なんか絶妙なところでシャーッというさ、うんうん、濁ったエッジボイスみたいなのが入ってくるの、うん、それがすごくかっこいいから、うん、みんなぜひ聴いてみてほしい。で、なんか音源も聴いたんだけど、うん、ライブバージョンも最高で、うん、ライブ版もなんて言うんだろうな、歌もめちゃくちゃ上手で魂って感じの、うん、歌なのよ。だから多分好きだと思う。あ、ね、いろいろ聴いたのよ俺本当に、うん、でもなんかその中でもこのタバコとかさ、うん、まあ、他の曲でもだけど、うん、歌い方はそれこそ男がすごく好きそうな歌い方っつうの、うん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 、なんかこういう歌い方したいなと思うような歌い方だから、うん、すげえかっこいいなと思って。しかもさ、バンドも3ピースなんだよ、うん、3人で、うん、最小の人数でバンドしてるわけ、うんうんうん、でベースボーカルでしょ、うん、3人のベースボーカルってさ、いや大変だね。大変だし、でこれを歌い切ってんのもね。そうそうそう、だからすごいと思うよマジで、うん、でなんか MC とかもさ、うん、見たんだけどすげえかっこいい。あ、マジ、うん、フォマレっていうバンド名はどういう意味なんだろうね。好きなバンドとかあるとさ、うん、結構ガツガツ掘ってくタイプなんだけど、うん、そこだけはね、うん、ちょっとね俺見つけられなくて、うん、だからね、フォマレさんこれもしも見てたら、あのツイッターとかに僕書くので、うん、リプライとか飛ばしてくれたり、引用リツイートとかしてもらえるととても嬉しいです。よろしくお願いします、ね、だから飛ばしてくれたらさ、うん、そっから LINE とか交換して LINE しちゃってさ、理由聞くの、理由聞く、生まれってどういう意味なんですかって、ね、でね、今回このタバコって曲を自分なりに、うん、まあね、ちょっとすごく難しかったから、うん、失敗しちゃったとこもあるかもしれないけど、でもまあね、すごいこの曲をリスペクト、うん、このフォマレさんすごいリスペクトしてて、うん、まだ知ってそんなに深くはないけど、うん、なんか俺の色もちょっと入れて、うん、歌わせていただきました。すいません、ありがとうございます。おまれさん、ありがとうございます。こんな素敵な曲を、僕はね、このタバコという曲が一番好きです。やっぱこれはいいよね。うん、かっこいいね。うん、息はしてるから大丈夫のメロディーがすごく好き。生きているからとかとかさ。でもなんかこれすごくいいんだよな。ちょっともうちょっと話してもいい？うん、タバコってさ、曲って世の中に結構多いやん。わかる？うん。でもこのタバコは、うん、タバコ界の中でもかなりの名曲だと俺は。タバコ界、うん、タバコ界だ。俺の中ではさ、うん、コレサーさんのタバコ、うん、フォマレさんのタバコ、うん、ファーストラブとかさ、わ、最後のキスはタバコのフレーバーでした。この三大巨頭だと思ってるんでね。タバコ、タバコ界ではだからね。最後変なこと言ってすいません。これからもね、フォマレさんの新曲とかすごく楽しみにしてるので、いつか僕の YouTube にも出てもらえると嬉しいな。確かに。ね、無理かな。うん、いや、分かんない、見て。まさかね、もしも見てたら、皆さん、チャンネル登録をしてくれてる皆さん、届くように皆さんリツイートいっぱいしてください。そしてね、ぜひ、あの原曲のタバコ、まあ、他の曲もすごくかっこいいので、ぜひ皆さん聴いてみてください。それでは皆さん、チャンネル登録とグッドよろしくお願いします。さよなら、まったねー。チャンネル登録お願いします。